いやマジ動きがいいよなこいつ。こんばんは、確認になるぞ。調べ物を多めでいくか。ゴキゼミに生出しは無敵持ちにはダメなんでしょうか。ダメではないやろ。プラス21取れてたらやっていい。理想はプラス23やけど、プラス23取ってたらラッシュから最速暴れに対してガードが間に合うから、プラゴーとかプラロクとかプラス10ちょいでやっちゃうと昇竜拳打たれちゃうから、これも高め当てが確か23取れるから、これプラス23ね、多分合ってると思うけど。あ、ほらガードできるでしょこれ。これ間に合ったでしょ今ガードで。これが22、ほらプラス22からだともうこれはガード間に合わんわけ。勝利をガードしたいんだったら別にプラス21からでいいんかな。勝利多分基本6フレ発生やから、20プラス21あればガードできるよっていうのを頭の中で覚えとけば、最悪ここパナされてもガードはできる。だから勝利に勝つ選択肢は自分持ってるっていうのを認識できてればね、よくて。これでいいや。これ前捨て、ダイヤシ前捨てがプラス12なんですよ。で、こっからドライブラッシュするけど、これも勝利打たれたらまあ食らうやん。で、この、まあ、ようあるやん。この、微妙なフレームね。プラス12とか13とか。これもガードもできないし、何もできないんやけど、インパクトで返せるん。逆にこれは使えて、その、ラッシュ見て勝利打ったろって思ってるやつに、ここでラッシュ振ってインパクトっていうのはかなり強くて、これは一つね、タクとしてかなり強い。特に端はガードさせても勝ちだから、相手は画面端追い詰められてて離したい離したいってなってるから、端に近づくにつれね、人は離したくなるから通りやすくなるんだけど、ただ一つ注意点はこれ SA を離されるとアーマーは取れないんで、 SA 離されると負けます。こんな感じかな。あとはラッシュして投げで止まるとかね。まあまあもうこの距離じゃ無理やけどな。相手の昇竜が短いとかだったら一応、上級者は結構これ立ち回りとかでラッシュ投げってするんやけど、これはラッシュ見て昇竜打つやつにこれで釣ろうとしてる。ただまあ置き攻めってなるとな、このぐらい距離あったらいけるけど、これ多分その場受け身されたらね食らうと思うよな。もう余裕で食らうんよこれし、その場受け身されたら。まあそうだからあんまりよろしくない。いろいろ読み合いあるよということでね、使い分けてください。この場受け身すべきみたいな状況ってあるんですか？いや、だから今みたいな時とか、例えば、こういう時、こういう置き攻めをしてくる人って結構いるから、これに対して、受け身を取らんかったら、これも確定するし、あ、ボタンがなかった。これも確定するしっていう感じなんやけど、後ろ受け身取ると確定しなくなっちゃうから、基本的にこれってさ、このゲームって後ろ受け身取るじゃん。それを見て、こういう球を重ねてくる。遠距離でなんかしてくる人に対して、あえて取らずに昇竜、見てから昇竜とかね。なんか、レベル1、こいつのレベル1さ、暗転中にやられ判定マイクっぽくて、抜けるんよ。あ、1フレ完全無敵か、これ。ありえるな。1フレ目完全無敵かも。いや、1フレ無敵あるっぽいぞ、これ。1フレ無敵あるわ。あれ、完全無敵のマークだよね。真っ白って。完全無敵や。1フレーム敵あるわ。知らんかったー。ちゃんと見てなかった。浅かった。まあ、あんまないっすね。でも一応その持続重ねに対して打てる。はい、持続重ねに対して多分打てる。まあまあ、完全無敵って書いてくれてるから。いや、でもまあ、そもそもその、ちょっと待って。これはないよな。これはないか。さすがにね。いや、スト5は、ファンのリバサトリガーとかに無敵があったんよね。1フレ。なぜか。何やっけ、全キャラあったんかな、リバサトリガー。確か修正されたけど、全キャラじゃないか。なんか、あるやつとないやつがあったはず。いや、マジ動きがいいよな、こいつ。来た。あー、貴重なポイントが。16連勝。え？最強プレイヤー？もしかして。お前最強か？モケ。モケのゲームだったこれ。
ごめんごめんごめん、もう一回ごめん、聞いてる？ごめんって。減る減る、さすがに減りすぎ。ちょ、やってないよ。あ、死ぬ。おっしー、あと1フレーム、あと1フレーム。ちょ、もうほんまにやってない。いた。うわ、終わった。いや、ミスって。あー。あー。あ、模型積んでるっぽい。これ、積んでるっぽい。何やその見苦しい暴れは。え、対空やば。押したよ、押したよ。見えるわけがない、見えるわけがない。今のやば。もっとなんか上から分かりやすく振り下ろしてほしいわ。いや、伸ばしどころだった。でもしょうがないな。運ゲーやろう、やめろ。運ゲーやろう、やめろ。よっしゃ